皆さんはクレジットカードを持っているだろうか？今や、キャッシュレスが当たり前の世の中。持っていないという人の方が珍しいだろう。今回は、社会人だというのに、クレジットカードを持っていない夫に嫁がクレジットカードを渡し、カードがあれば何でもできると思った夫は調子に乗り、そのカードで浮気相手と遊びほうける。さらには海外へ浮気旅行にまで。そんな夫に対し、一致が計画した復讐とは一体。私のクレカで浮気相手と海外旅行に行った夫、即座に利用を停止し、夫を地獄へ。最近、離婚が成立した。ようやく誰かに話を聞いてもらってスッキリしたいと思えるようになった。なんと言っても離婚理由は、元夫の浮気。だから吹っ切れるまでに少しだけ時間がかかったのだ。もし、時間があるなら聞いてほしい。離婚は辛いよな。しかも夫の浮気とか。それは誰でも許せんわ。とりあえずスペックよろ。なんで夫の浮気についてわかったんだ？浮気で離婚したら普通、落ち込むよな。そんなん、吹っ切れるまで時間かかるわ。ありがとう。当時の私は、28歳、会社員。元夫、30歳、スーパー勤務。子供はいない。元夫とは、友人の紹介で出会った。お互いの趣味が同じで、会ったその日に意気投合。すぐに付き合うことになった。私が一人で暮らしていたアパートに元夫が転がり込む形で同棲が始まった。実は元夫と私の趣味は旅行。旅行好きは一緒だけど、行ったことのある旅行先はかなり違っていた。私は大卒で大手企業勤務。出張も多く、プライベートでは主な旅行先は海外。元夫は高卒で、スーパーで働いていた。だから勤務時間は長く、残業も多かった。収入はもちろん私の方が多かったし、大抵定時で上がれるので、家事もすべて私がやっていた。それでも元夫とは気があったし、好きだったから結婚を考えていた時に、元夫からプロポーズ。そのまますぐにお互いの親への挨拶をすることに。元夫の両親は大喜びしたが、反対に私の母親は渋い顔。母は私が小学生に上がるタイミングで、引き取り婚。その後、女で一つで私を育ててくれた。離婚の原因は大学生の頃に聞いたのだが、父のお金遣いの荒さだったそうだ。そんな話を聞いていたから、大学生になるとアルバイトをしてせっせとお金を貯めていた。そんな私が、高卒でスーパー勤務、私のアパートに転がり込むような男性を連れてきたから驚いたのだ。それでも私は元夫がいかに素敵な男性かを語り、ようやく結婚を許してもらった。結婚式は新婚旅行を兼ねて、ハワイであげることに。元夫が海外旅行をしたことがないから。俺、海外旅行に行ってみたいな。そうだ、結婚式も新婚旅行と一緒にしようよ。そういうので、式と旅行をハワイで行うことに。しかし、言い出しっぺの元夫は、貯金もなく収入も低いため、この結婚式を兼ねた新婚旅行の費用は私持ち。婚約指輪はもちろんなし。しかも結婚指輪を買った時も。ごめん。持ち合わせがないから、立て替えてもらってもいい？絶対に返すから。と言われ、結婚指輪だというのに何も考えずに、私が立て替えてあげていた。今思えば、付き合っている時も、コンビニやレストランで会計の時に、必ずトイレに行くと言ったり、財布を忘れたと言って逃げられていた。もちろん付き合っている時は元夫が好きだったから、そこまで深くは考えず支払ってあげていたんだけど。しかし、元夫は確信犯だったようだ。ますます元夫は私の前で財布を出さなくなっていった。結婚する前には、ちょっとしたものは全て私が支払うのが当たり前になっていた。結婚を決めてすぐに、元夫は。結婚をするなら、将来を考えて、家を買った方がいいな。新しい家で新生活を送りたい。というので、私は結婚前に分譲マンションを購入。結婚式の翌日からは、そのマンションでの新婚生活をスタートした。子供がすぐに欲しいと思ったが、結婚式や新婚旅行、そしてマンションの購入で貯金が目減りし、不安に。だから仕事を辞めずに共働きを続けていた。仕事は元夫の方が忙しいから、家事は変わらず私がしていた。ただの紐じゃん。こんなにしてあげたのに、浮気をされたのか？誰でも慰謝料請求して離婚だわ。こんなにも尽くしてくれる一致を裏切るとか、元夫ミスったな、聞いているだけでダメ男じゃん。もちろん後からよく考えれば、元夫がダメ男だったことに気がついた。でも、学生時代、勉強一筋で恋愛経験の乏しい私は、元夫に夢中だったからそんなことに気がつかず。もともと仕事に打ち込んでたけど、元夫は結婚してからますます忙しくなって、残業だけでなく出張も入った。だから、週末くらいしかゆっくりと二人で過ごせなかった私たちは、いつの間にかすれ違いの生活に。
家計の管理は私がしていて、私の収入から生活費を、元夫の収入から貯金をしようと決めていた。お小遣いは自分の収入から出して使うように言っても、いつもおろすのを忘れたからと、私にもらいに来る。いっち、ごめん。またおろすのを忘れたから、お金ちょうだい。今度は忘れないようにするから。とめったに顔を合わさないのに、会うたびにお金と言われることが嫌になった私は、元夫にクレカを提案。クレジットカードを作ったらいいんじゃないの？そうすればいちいちおろさなくて済むよ。クレジットカードを作るのも面倒だから、一致の家族カードでいいから作ってくれない？それもそうかと思った私が、元夫に早速作って渡すとそれ以降、元夫は私に小遣いをくれと言わなくなった。クレカを持ったことのない元夫、無駄遣いの原因にもなるし、落としたりなくすと大変だ。なので、使わないときは家に置いておくように口酸っぱく言っていたが、常に持ち歩いていた。そしてカードを手にした元夫とは、ますますすれ違いの生活となっていった。その頃、私も仕事が忙しくなっていて、家計の管理はしていたが、クレカの請求書の確認をしていなかった。ところがある日、何気なく請求書が目に留まり驚いた。なんと、普段の倍以上の請求金額ではないか。もしかして何か不正に使われたんじゃ、と思った私は、過去の請求書も確認することにした。私の利用は変わらないが、元夫に家族カードを渡してから、請求金額が増え始めていたのだ。不審に思った私は、調べることに。すれ違っていたから、元夫の変化に気がつかず請求額の増えた理由がわからなかったのだ。それまで何も気がつかなかったのか？怪しいと思うところはなかったのか？新婚早々、すれ違いの生活で、金遣いが荒くなるなんて絶対に女だろ。どうして気がつかないんだ？更新所に依頼をして1週間も経たないうちに、結果が出たと連絡があった。とても言いにくいのですが、夫さんは黒です。相手はよくスーパーに買い物に来る専業主婦です。その女はまだ若いのに、すでに結婚していた。しかも更新所の報告書の写真を見て初めて、元夫の変化に気がついた。服の趣味が変わっていたのだ。そして何よりも、残業や出張といっては、この女と会っていたということが分かった。そしてさらに驚きの事実が発覚。なんと二人は来月、海外旅行を計画しているというのだ。海外旅行に行ったことある？私はないんだけど、おすすめのとこある？俺はハワイで式と新婚旅行をしたよ。海外に行ったことがないなら、ハワイがおすすめ。と、たった一度の海外旅行を自慢していた。いいなぁ。私も海外旅行したい。ハワイに行きたい。連れてってよ。カードでお金使い放題だし、行っちゃう？元夫は仕事を休むからとか言って、海外旅行へ行こうと盛り上がっていたらしい。私はその事実を知って、腹綿が煮えくり返り、二人を地獄へ落とすことを決意した。これだけの証拠があれば、離婚はできるし、二人に慰謝料を請求できます。弁護士も紹介しましょう。更新所の人から背中を押してもらった私は、二人を地獄へ落とすためにある計画を立てることに。そんな中、元夫は私に気づかれているとも知らず。来月、海外へ出張に行くことになったんだ。一週間くらいかかると思うから。と、のんきに嘘をついていたのだった。そして決戦の日。私は元夫を送り出してすぐに、浮気相手の夫に連絡。時間を作ってもらい会ってみると浮気相手の夫は、浮気相手よりも一回り上の落ち着いた男性だった。浮気相手は自分の夫に。近所のスーパーの福引きの旅行が当たったの。海外なんだけど行ってきてもいいよね。スーパーの福引きで旅行が当たるなんてすごいね。それも海外？でもお金が結構かかるんじゃない？何も負担をしなくていいんだって。だから、友達と一緒に行ってくるね。まあ、それなら、楽しんできてね。と言って、OK を出したようだ。だけど私から、連絡を受けると。やはり浮気していたんですね。怪しいとは思ってたけど、調べることもできなくて。そういった浮気相手の夫も私と同様に離婚を決意。そらそうなるわ、それにしてもすげえな。普通、浮気相手が海外行きたいからって、連れて行くか？周りが見えなくなっているから、女に言われるがまま、そんな奴とは離婚した方がいい。二人が飛行機に乗ったあたりで、カード会社に連絡し、クレカを利用停止に。ハワイに到着してすぐに、元夫はクレカが使えないことに気がつき、パニックになったんだろう。何度も私に連絡をしてきた。もちろん初めは無視。私を裏切ったんだから、もっと困ってろ。と思った。元夫のいない間にやることはたくさんあった。夫の管理している通帳の確認と出金状況の確認だ。元夫の収入は貯蓄とお小遣いだけと決めていたから、心配になり、通帳を確認。
カードを渡して以降は、貯蓄をしているはずなのに、通帳には全く溜まっておらず。浮気相手にかなり渡していて、プレゼントした物置、二人で会うためのアパートまで借りていた。だから、私も浮気相手の夫も、二人の浮気になかなか気がつくことができなかった。すみません。嫁は金遣いが荒いので、お小遣いを渡していなかったんです。浮気はその反動ですかね。と申し訳なさそうに言ってくれた。私はその分も含めて慰謝料を二人に請求することに決めた。もちろん、浮気相手の夫もだ。そしてようやく私は元夫からの電話に出た。なんで電話に出ないんだよ。何回もかけてるのに。このクレカ使えないんだけど。どうなってるんだ。え？最近、請求額が急に増えたから、落として不正に利用されていると思ったから止めてもらったの。何やってるんだよ。出張分を立て替えただけだよ。すぐに使えるようにして。不正じゃないから。今どこにいるの？出張で海外なんて、スーパーの駅社員が行くことなんてある？あるから、いるんだろ。今、ハワイだよ。へえ、ハワイねえ。スーパーに問い合わせたら、一週間の休暇を取って実家にいるって聞いたわよ。元夫が出張と偽って、海外旅行に行っていることに腹が立ち、スーパーに問い合わせたのだ。実家の両親が体調が悪いから、一週間休ませてくれ。そう言ってスーパーを休んでいると言われた。だから私は元夫の上司に、お客様と浮気をしていて、今はそのお客様と浮気旅行中です。と言ってやった。そんなことを知らない元夫は、なんで問い合わせたんだよ。何やってるんだよ。とにかく、カードしか持ってきていないんだ。頼む。と言ってきたから、私は、いい加減にして、浮気旅行に行っていることは、全部知っているのよ。離婚よ、離婚。そう叫んで電話を切り、電源もオフにした。その日のうちに浮気相手の夫と一緒に弁護士に相談。元夫と浮気相手が帰ってくる日までに、用意をしてくれることになった。航空券しか予約してないの？やば。せっかくのハワイで路上生活か？邪魔。元夫と浮気相手はハワイに往復の航空券しか持たず、すべてカードで何とかしようと思っていたようだ。浮気相手の夫にも浮気相手から何度も連絡が来ていたが、私と同じように、助けることはせずに。何が福引きだ。嘘なのは全部知っているんだぞ。帰ってきたら離婚だ。と言ったら、浮気相手は泣きながら。ごめんなさい。今すぐに別れます。だから、お金をどうにかしてください。と言ったが浮気相手の夫だって、許すはずもなかった。その後二人がハワイでどう過ごしたのかは知らない。そして一週間が経った。予定通りなら今日、帰ってくるはずだったから、会社を休んで空港で待ち伏せ。浮気相手と元夫は、かなり疲れ、少しやつれた様子で帰ってきた。二人は到着ロビーに着くと、空港で待ち構えていた私と浮気相手の夫を見つけて猛ダッシュ。お前のせいで最悪なハワイ旅行だった。ホテルには泊まれないし、食事もまともに取れなかったんだぞ。え？ハワイでホテルに泊まらないでどこで寝泊まりしたんだ？そうよ。あんたたちのせいで初めての海外旅行が貧乏旅行になってしまって、楽しめなかったじゃない。ハワイで結婚式もしようと思っていたのに、何もできなかったのよ。何のために行ったのかわからない。と詰め寄ってきたから。結婚相手の前でそんなことを言えるのね。結婚式をするってどういうこと？完全に浮気を認めているじゃない。慰謝料は絶対に支払ってもらうから。はぁ？何言ってるの？まだ別れていないんだから払わなくってもいいじゃない。そうだ、離婚していないんだから、払う必要はない。絶対に払わないからな。じゃあ、離婚してよ。こっちは離婚届。それから、こっちは慰謝料の請求書よ。そう言って渡すと元夫は私に、浮気相手はその夫に土下座してきた。この場で別れるから離婚はしたくない。これから真面目に働くし、浮気なんてしないから許して。私が間違っていたの。本当にごめんなさい。電話で言った通り、ここで別れます。許してください。そう言われても、私も浮気相手の夫も拒否。とにかく離婚をしてくれと二人に迫った。しかしどちらも引かないから、話にならなかった。挙句の果てに元夫は、離婚する代わりに、一致が家を出ていくのなら離婚してあげてもいいよ。はぁ？あれは私が結婚前に買ったんだから、私のマンションよ。絶対に出ていかない。なんだと、財産分与だろ。なんてふざけたことを言ってきた。私も浮気相手の夫も、帰ってきても家に入れないことを伝え、書類を置いて二人を残して帰った。空港で離婚を突きつけられ、自宅に帰ることができない二人。ホテル代わりに使っていたアパートに、仕方なく帰ることに。
そのまま浮気相手の買ったものを置くために借りていた狭くて古い、ボロアパートで仕方なく暮らし始めた。二人はなかなか離婚をしてくれなかった。そうすれば慰謝料を払わなくてもいいと思っているからだ。いるいる、離婚しなければ、慰謝料を支払わなくていいと思っているバカ、早く教えてあげろ。浮気相手はハワイで元夫にお金がないことに気づいてしまい、元夫と別れたくなったそう。しかし、貯金も仕事も家もない浮気相手は黙って、元夫と一緒に住むしかなかった。もっと稼いできなさいよ。生活費を払ったら、全く足りないじゃない。欲しいものが買えないわ。そう言って、借金まで繰り返すようになった。元夫も職場ではすっかり噂が広まり、居場所がない上、帰宅しても、家事をさせられイライラが爆発。毎日、お互い罵り合い、喧嘩ばかりして暮らしているそう。ほんと、ざまあだよね。お金が足りないって言うなら、働けばいいだろう。そう言われた浮気相手は、とうとう夜のお仕事を始め昼夜が逆転する生活になり、元夫とすれ違いの生活。浮気相手は夜のお仕事をすることで、お金を持っている男性を探しているようだった。二人が帰国した時に書類を渡したが、記入して返送する様子もないから、双方の両親に送付してもらった。弁護士が内容証明で送るとその日のうちに、それぞれの両親から連絡が来た。そこで私は二人の両親に、二人を連れて弁護士事務所に来てもらうようにお願いした。そうでもしないと、離婚が成立しないと思ったから。うちの息子がとんでもないことをして申し訳ない。弁護士事務所には首に縄をつけてでも連れて行くよ。元義母はそう謝罪して、元夫を連れてくることを約束してくれた。浮気相手の両親も弁護士事務所まで来てくれることになり、浮気相手の夫にも連絡をした。約束の日、弁護士は二人とその両親に更新所で調べた浮気の証拠を並べて、説明をすると元義父が激怒。仕事を休んで堂々と浮気をするなんて、このバカもんが、感動だ。そう言って元夫の頭を叩き、すぐに離婚届に記入をさせてくれた。そして、慰謝料と使い込んでいた分を必ず支払うと約束してくれた。浮気相手の父親も激怒。しかし、浮気相手の夫と私に迷惑はかけられないからと言い慰謝料の立て替えを約束。私も浮気相手の夫も、これでようやく離婚が成立した。その数日後にそれぞれの両親から、慰謝料は振り込まれた。数ヶ月後、私の家に元夫の両親がやってきた。そしてその後の二人について教えてくれた。二人はそれぞれの両親へ、慰謝料の返済とその他にも借金があり、働いても全く足りない生活。すれ違いの生活だったが、たまに顔を合わせれば、お互いの借金や収入の低さを馬鹿にし合って喧嘩。近所の人から通報をされることもあるほど。元夫は浮気相手が夜のお仕事を始めたことで、スーパーで働きにくくなり、辞めたいと思うようになった。住んでいるアパートはスーパーからすぐのところにあり、喧嘩をしてることもすべて筒抜け。浮気相手が借金に困って、夜の仕事に就いたこともいつの間にか知れ渡っていた。仕事中にパートのおばさんたちがこそこそと噂をするので、ますます働きにくくなった。しかし借金まみれのため、辞めることもできず。すっかり冷め切っているのに、別れられない二人はひいひい言いながら、貧乏生活を送っていると聞いた。私は、責任のある仕事をしながら、一人での生活を楽しんでいる。しっかり働いて、時々長期休暇をもらっては、外国への一人旅を楽しんでいる。結婚当時に買った分譲マンションは賃貸に出し、一人用のマンションに引っ越した。ローンを支払ってもお釣りが来るほどだった。そこで私は、二人からもらった慰謝料を元手にさらに賃貸に出せるようなマンションを購入した。投資目的で購入したマンションは成功しているから、あと数年したら、会社を辞めようと思っている。結婚生活はもうゴリゴリだと思っていたが、最近いいなと思える人が出てきた。もう少し時間が経てば、恋愛や結婚についても考えることができると思う。みんなも応援してくれるとありがたいな。いかがでしたか？ダメ男はいつまで経ってもダメ男なんですね。生活費をすべて嫁に出させるだけでなく、新婚旅行や結婚式、そして指輪まで出させるなんてひどいですね。しかも自分の収入から生活費を出さないだけでなく、家族カードを作らせてそれで浮気相手に貢ぐなんて、最低なダメ男っぷりでしたね。ちなみに家族カードのメリットは、本会員の追加のカードなので、利用者の審査がないことです。本会員の利用状況や返済状況がちゃんとされていれば、発行してもらえるカードだそうです。おそらく、元夫は昔カードを持ち、返済できずにカードを作ることができなかったんでしょうね。だから、一気に家族カードを作ってもらうことでカードを持つことができたようです。それに元夫は家族カードが本会員の支払いになることを知っていて、
作らせたのかもしれません。皆さんもこんなダメ男を知っているという方がいましたら、コメントにて教えてくださいね。